西福寺は、大阪府泉市にある高野山新言宗の寺院。境内にある井戸は、雷井戸と呼ばれ、雷避けの伝説で知られる。雷避けの故事から電力会社などの電気関係者の、雷避け祈願や、本尊である十一面観音の駆読により耳の火事、祈祷が行われる。また、雷は、天神と縁があることから、合格祈願も行っている。 東大寺再建に尽力した春のり、某長元がこの地で生まれたという伝説があり、境内には長元の墓石もある。1360年以上前、かつてこの桑原の地にあった仏庄寺において、三ャ道行という僧侶が、たびたび起こる落雷による被害をなくすために、大般若境を社教し、熱心に落雷防止を祈願したという記述が残っている。 三重県の上落寺に現存する重要文化財、大般若行、天平法寺2年に、その記述があることから、この地が、雷封じのゆかりの場所であることが伺える。長元がこの地で、雨乞いの儀式をしていると、にわかに黒い雷雲が空を覆い、夕立となった。境内の井戸に雷が落ちたので、そこで洗濯をしていた老女が蓋をして雷を閉じ込めた。許しを請う雷に、 ここは、桑原という土地だ。今後この地に落ちないと誓うなら出してやろう。と言ったところ、雷がそれを誓ったので逃がしてやった。以後、この地には、雷が落ちないという、雷鳴が鳴ると、桑原、桑原というのは、それに由来する。ありがとうございます。